マカフィーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社がある、コンピュータセキュリティ関連のソフトウェアとハードウェアを制作、販売する会社。コンピュータセキュリティ関連のベンダーとして、世界一の規模。コンピュータセキュリティ関連のベンダーとして、世界一の規模である。PC やサーバー向けのセキュリティ対策製品及び、 ネットワーク向けのセキュリティ対策製品の開発、販売を行っている。2013年に、日本の市場の占有率で1位となった、マカフィーセキュリティアップライアンス、マカフィーネットワークセキュリティプラットフォームというブランドで、侵入防止専用機や、マカフィーイ、e、メールウェブセキュリティという名称で、スパムフィッシングウィルススパイウェア対策、サイトの安全性評価警告、 フィルタリングも可能なハードウェア製品も販売する。情報漏えい対策製品、データ、ロスプリベンションや、ファイアウォール製品、イメール対策製品、ウェブ対策製品、指定した、プログラム以外が動かないようにする、アプリケーションコントロール製品がある。これらの企業向け製品の多くは、エポと呼ばれる統合管理ツールにより一元管理が可能であり、 別々のメーカーのセキュリティ製品を個別に管理するに比べて管理費用を劇的に抑えることができる。セキュリティ関連のイベントの収集などを行うシームは2012年後半より販売を開始し市場での人気を得ている。コンシューマー市場においては OEM やインターネットサービスプロバイダーによりウイルス対策製品を展開するほか NTT ドコモ、ソフトバンク、au の携帯電話向けの製品も開発しており、携帯電話やタブレット PC 向けの市場では市場を独占している。アンドロイド端末向けのセキュリティ製品は端末に組み込む、セキュリティ製品のほか、企業が端末を使用する上でのセキュリティ製品も販売している。マカフィ Q、ロゴインテル司会社時代のロゴナスダックに上場後、 マカフィー社の製品は、アンチウイルス製品のみではなく、現在では、ウェブフィルタリング、スパム対策、外部からの侵入防止製品、情報漏えい対策製品、暗号化製品など、コンピュータセキュリティを、総合的に開発、販売している。また、サス型サービスの製品として、トータルプロテクションサービスを展開しており、日本国内のシェアは99.2%に、 達している。個人向け製品のマカフィーリブ政府及びマカフィーインターネットセキュリティについてはマカフィーアンチウイルスを参照日本法人は東京都渋谷区道玄坂にあるマカフィー株式会社。なお、公式オンラインショップであるマカフィーストアは資本関係のない別会社である SB テクノロジー株式会社が受託運営している。 インテル、マカフィーの買収を完了。マカフィ、ー、インク、http コロンスラッシュスラッシュ www.macafi.com スラッシュジャパンスラッシュアバウトスラッシュ prelense スラッシュパープル 11rasp? パープルイコール11-03-02から2インテルウイルス対策のマカフィーを買収6550億円。日本経済新聞。 http://www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュニューススラッシュカテゴリースラッシュアーティクルスラッシュ g イコール96958 a q c 938万1959 fe サンベニ e 1818でサンベニ e a e 0 2 2 3 e 2 9 4 9 4 e 0 2 2 e 2アットイコール X ぞ01955700081220090002010年8月19日、閲覧。米インテル、マカフィー買収を完了連携の発生化は、年内にもインターネットウォッチ2011年3月3日、マカフィー創業者、スペインの空港で逮捕イコール警察筋ロイター。 通信、2020年10月6日マカフィー創業者が、死亡スペイン拘置所で自殺か、日本経済新聞、2021年6月24日。藤木キメラ総研調べ、2009年7月、ABCDE マカフィー株式会社第30期決算広告、ウイルス対策ソフト最大手の米マカフィー社、国内最大手のジェードを買収。 PC ウォッチ2012年8月20日閲覧。ありがとうございます。